はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います1日1冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで、これまでに450冊以上の本をレビューしてきましたけれどもまあ、普段はビジネス書とか心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いですもし興味を持っていただけるでしたらまあ、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでそちらからご覧いただければと思います この動画の説明欄にもリンクが貼ってありますで今日ご紹介する本はこちらの楽天で学んだ100%や,やりきる力というタイトルの本になります でえー、とこの本、非常に新しい本で、確か、えー、ニュースサイトか何かでですね、えーまあ、見つけてパッと買った本なんですけれども、2019年の4月の発売だったと思います。で内容としては、ですね、えーとまあ、楽天に在籍したことがあるこの著者の方が、ですね、えーまあ、100%やりきることが重要ですよということを、まあ、主に、えーまあ、要点として、まあ、その他何か物事を達成するときにですね、 えー、まあ、どういったポイントがあるかということを、えー、説明しています。で、えっとまあ、今日は簡単にまあ、5つぐらいだと思うんですけれども、私がドックイヤーをつけたところについて、あの良かったなというコメント。まあ内容をご紹介したいと思います。 でまずあのこの本の全体としてまあ,あの100%やりきるというふうに書いてありますでこの帯のところにですね99%達成はゼロと同じというふうに書いてあって、えー、まあ、全体を通じてですねそのまずはやってみようとかっていうところだけにフォーカスするんじゃなくて最後までやりきるというところが重要ですというところがあのまあ、ポイントになっていますでまあ、著者の、えー、実体験で書いてあるんですけれどもまあ楽天にいたときにですねまあ,あの何件契約を月間取らないといけないというような状況の の時に、えー、最後の最後ギリギリのところでまああのお客様からお電話をいただいて、えー、その結果営業成績を達成することができたというような事例が書かれてます。で、えー、とまあその一本の電話単なる一本の電話がまあ、人生を変えましたというふうに、まあ、この著者は、えー、まあ、振り返ってるんですけれどもその諦めずにですねまあ、最後までやりきるんだというようなまああの なんて意思ですねまあそれを持ってで自分は頑張ればできるんだっていうまかすかな自信と義経もやってみようというような期待を持っていくでそして最後にそれをまあピンチもなんとかなるんだという度胸に変えていくことによって、えー、まあ、あのやりきる力っていうのが育まれていくんですよというふうに書いてあります。 でまあ、これはですね今営業の電話で説明をしましたけれども、まあ、多くの人にまあ共通することだと思っていてであのこの本の中でも何度も書かれてるんですけども、まあ、ちっちゃい成功体験というのはあの積みかそういうものを積み重ねていくことがまあ人には必要ですよというふうに書いてあります。というふうによって大したこというふうにとっては重要だと でえーまあ、その一つ達成感成功体験というのを得るとですね自分の引き出しを増やすことになるというふうにこの本の中では書かれていてで結果として、まあ、その一連の作業や全体像の中でその、まあ、動きのですね対応スピードが早まったり、まあ、仕事に対する余裕ができて自分の能力が上がっていくとで、えーまあ、その成功体験を繰り返していける人は、えーまあ、どん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 こう成功のループに入っていくと。 で逆に失敗するとですねまあ、とか失敗せずに、えーまあ、諦めたまま放置をしていくとどん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 苦手意識になってしまうと。でで、まあ、この本のの本中ではその え5%っていうふうに書いてあるんですけれども、えー、その100%やりきった人と95%しかやりきれなかった人、まあ、5%ぐらいしか差がないんだけれどもその5%の違いで、えー、まあ成功体験につながるのか苦手意識につながるのかっていうあの差になるんだとだからこそまあ100%やりきるっていうのが重要ですというふうに書いてあります。 でえっ、ー、とまあ仕事の能力についての考え方でこの本の中で書かれてて面白かったのは、えー、能力が高いっていうのが仕事ができるんだっていうものとイコールではないということだそうです。でまあこれはまさにあのおっしゃる通りだと思うんですけれどもあの本当に大切なことっていうのは何かこう考えたことに があったらそれを実行できるかどうかだというふうに書いてありますでまあよく私は能力がない人間だからというふうに、えー、まあ言う人がまあ多いんだけれどもまあそんなことは絶対にないとで全てのことはやってみなければわからないことばかりだからだというふうに書いてありますで能力っていうのはやっていくうちに必ず上がっていくしやればやるほど上が、えー、上がっていくと で、まあ、どんなに素晴らしい能力を持ってもやらなければわかりませんというふうに書いてあります。でこれはまああの私の最近のテーマでもあるんですけれどもやっぱりです、ね、物事をこう人っていうのは自分を守るためであったりとか自分が生きていくためにネガティブに考えるようにまあ脳あとか体っていうのは設計されてるんですけれどもそうではなくて世の中この今日常にあるものこの本もそうですし録音デバイスもそうですしシャツや iPhone もべてそうなんですけれどもあの誰かが何かやってみようと思って面白おかしくまあ興味を持ってまた誰か のために作ったからあるんであってまああのそ,そこまあ自分がやりたいと思うことを見つけたらですねそれが達成されるまでやりきることが重要だと諦めずにやりきることが重要だということがまあ書かれていましたはいでえーとあと2点パッとご紹介しますでえっ、ー、と1点目ですねは考えるために行動すると いうことですで。考えて行動するのではなくて考えるために行動するのが重要だということがこの本の中で書かれていてもともとですね三木谷さんという楽天の、まあ、創業者の本に書かれた言葉だそうなんですけれども、まあ、ずっと机の前でうんうんなっていても物事は何も先に進まないと結果はどうあれ行動するすると何かが必ず動き出すとにかく先には進むということですというふうに書いてあります。でまあ、行動してみるることととととでいいろろんんんなな考ええがが浮かかかだりり人と話す機会増た経験が得られると でその考え方を試すためにまた動くというアクションが出てくるとで、まあ、こういった動き方が、まあ、その考えるために行動をすると決して考えて行動するっていうことではないということですねでこれはまあどん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 いい仮説が生まれていくことにつながって、まあ、仮説が精緻化していくと、まあ、精密になっていくということですねでこれはやっぱり人が思考を深めていくのに重要なプロセスだと私も思っているんですけれども あのちっちゃい成功体験を積むのが重要だとさっき言いましたけれどもあのその過程でですねちっちゃい失敗体験みたいなものを生まれてくるんですよねでそれによってまあ,あのこっちの方向ではないこっちの方向ではないっていうふうに道が、えー、一つ一つこう整理されていってまあ、結果としてゴールに近づいていけるかなというふうに思ってるので、まあ、これはおっしゃるとおりだなと思います。で最後、えー 1>, 1点ご紹介をしますけれども、えー、とやりきる人はできない理由を考えないということですねでこれも私の最近のまあ学びテーマなんですけれどもやる前からですね無理だと決めつけるのは良くないとでまだやってもないことに対してできないという人はまあ厄介実に厄介ですとこれこそがやりきることへの大きな障害になりますと。 そうですね。になります。というふうに書いてあります。で、私もさっきも言ったように、あのちょっと自分を守ろうとしたりとか、えー、して言ってしまうことが多いんですけれども、えー、まあ、そもそもですね。これから何か自分がやりたいと思うこと、新しいことをやるときに前例っていうのは必要ないということです。で、まあ、基本的に我々がやっていることっていうのは？ あのもちろんルーティン作業のこともありますけれども主に辛いことっていうのは新しいことをやってる時だと思うんですよねで例えばイーロン・マスクとかホリエモンみたいな人たちがロケットを打ち上げるこれはもちろん前例のないことですけれども例えばふ、えー、まあ自分たちがやっている、まあ、小さな業務の中でも、まあ、A っていう製品の収率を10%上げるそれですらやっぱりあのこれまでだみんなが挑戦してきたけどもできないことをやってるわけなんですよねでまあそういうことをしている以上どうしても前例がないのは当たり前で まあそれを打破するためにやっているのであってそれをやる前にですね、まあ、あ,のあれこれ考えて、まあ、特にできない理由をあれこれ考えるのは良くないんですよということですでまあ私の友人もですねあのこれを口癖にしている人がいてあの新しいことをやるときはもう失敗する理由は考えないとでまあ,あのまさにそうすると手が遅くなってしまってできない方向に引っ張られてしまうんでそういうことは考えないと言っていた 人がいいたんですけれどもあの非常に重要だと思いますでまああの今誰だろうとちょっとお話をしましたけれどもまあそのちっちゃな成功体験を積み重ねるとかできない理由を考えずに、えー、やってみるとか、えー、まあそのうんとそうですねその95%まで行った時に諦めないとか、まあ、こういった小さなことの積み重ねがですねその人にまあ成長をもたらしてまああのどん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 ステージを上げていくんだというような内容だったと思います。はい 全体としてはですねあの、まあ、トピック的な内容というかあのこう、まあ、ポイントポイントで、えーまあ、細かい心構えみたいなものが書かれている内容になるので何か大きなストーリーがあるとかそういう内容ではなかったかなという印象なんですけれども、まあ、どうも普段やりきることができないなとかついネガティブになってしまうなというような人はあの読まれてみると参考になるんじゃないかなと思いまます。す、は、す、い。ちょっっとと長くくなってますけけれれども、もも今日は以上でししししよよろろばチャンンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。 失礼します。